ハイパーボリア。ヒュペルボレオッス。ヒュペルボリア。ヒューペルボリア。ハイパーボレアと表記されることもある。概要。北極海と北大西洋の間のグリーンランド近辺にあったとされる大陸である。今日のグリーンランドそのものであるという解釈もある。この大陸は、文明の栄えた都市が存在した一方、アブホースやザトグアといった暗黒に潜む神々や多くの恐れるべき生物が生息していたと言われている。しかし、氷河期の訪れとともに、この大陸は人の住まぬ地となり、住人たちはムー大陸やアトランティスに移り住んだという。チリ。コモリオム。ハイパーボリアの首都。かつてこの地に住む人間により築かれた、最も栄えた都市で、大きな外壁や純白の尖塔が立ち並び、大理石と御影石の王冠、とも形容され、その繁栄を欲しいままにしていた。アトランティスやムー大陸から鉱物が献上され、北方の半島ムートゥーランから南方のツチョバルパノミにまで至る広い地域から多くの交易商人たちが訪れていたという。この都市は王が支配し、また行政や裁判制度も整った高度な文明が存在していた。しかし、ムーア民族出身の無法者国ガティンザウムが、三度の斬首刑を受けながら三度とも復活を果たし、またほのめかされていたザトグアとの血のつながりを証明するかのようにおぞましい姿を現したことにより、住民はすべて逃げ去り、コモリオムは廃都となった。コモリオムが廃棄された後、この地から丸一日かかる場所に新たにウズルダロウム、という首都が建設された。コモリオムが無人の地となってから数百年を経て、都市が放棄された理由は次第に忘れ去られていった。この都市に残された財宝を狙ってやってきた盗賊が、ザトグアの神殿に潜んでいた不定形の怪物に襲われたという手記が残されている。ブーアミタドレッス山。首都コモリオムから、徒歩で1日かかる距離にあるエーグロフ山脈の中で最も高い山がブーアミタドレッス山である。この山には4つの火口があるが、活動を停止した旧火山となっている。この山にはその名の由来となったブーア民族という凶暴な野蛮人が住み着いている。山頂で怪しい儀式を執り行っている妖術師の姿を見たという者もいるが定かではない。この山の地下洞窟にはザトグアが潜んでおり、この地の人間がザトグア崇拝の儀式を行うに際して、崇拝者たちは常にブーアミタドレッス山の方向に体を向けていた。それ以外にもアトラク、ナクアが巣を作り続け、さらにその地下深くにある粘液で満たされた湾では、宇宙の浮上すべての母にして父であるアブホースが、厭わしい分裂を永久に行っている。アトラク、ナクアの巣の近くには、妖術師ハオン、ドルが艦を築き、その元の暗い階層には高度な知性と文明を有する蛇人間の集落がある。他にも人類の始祖と称するアルケタイプが生息している。ムートゥーラン。ハイパーボリア大陸の最北端にある半島。この地は現在のグリーンランドとほぼ同じ位置にあったとされている。この半島には、ウボ、サッスラが守る神々の知恵が記された名盤から知識を得ようとした魔術師ゾンメザマレックや、エーボンの書、の著者である魔導師エーボンが住んでいた。その昔、この地で、ザトグアを信仰する魔導師エーボンと、ヘラジカの女神イホウンデーの神官たちとの間にいさかいが生じた。イホウンデーの神官モルギは、エーボンを捕らえ宗教裁判にかけようとするが、それをいち早く察知したエーボンは、ザトグアから託された金属板を利用してサイクラーノッシュ、土星、へと逃走。それを追ったモルギともども二度とハイパーボリアの地に帰ってくることはなかったが、この事件は、エーボンがザトグアから学び取った強力な魔法の力で脱出し、その上神官モルギをも連れ去ったのだ。と世間では信じられていく。これにより、イホウンデーへの信仰は衰退し、氷河期によって大陸の文明が滅びるまでの1世紀の間、ムートゥーランではザトグアを信仰する者たちの礼拝が盛んになった。大陸を襲った氷河期により、
ハイパーボリアの北にあるムートゥーランがまず氷河に覆われ始めた。しかし、この地の氷結は明らかに超自然によるものであった。氷に閉ざされたムートゥーランに軍を率いて遠征した王は、随行した魔術師に疑似太陽を魔術で生み出させ氷を溶かしたが、やがて発生した霧により陽光は遮られ、王と魔術師は軍勢の大半と共にその場で氷に閉じ込められ息絶えたと、わずかに生き残った兵士が証言している。その他、コモリオムの都市の南方、湿地帯の密林を横切り、名もなき様々な川を進み続けた先に、伝説の王国ツチョバルパの実があったと言われる。そこには湧き立つ歴史の湖があり、金剛石の砂と紅玉の小石でできた浜辺に火花を発する太陽が炎の泡を放って押し寄せていたという。